はあっち系の人に好かれている感じ。それだけは間違いありません。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容を丸々信じないように注意してください。また、当チャンネルは AI 判定が厳しい上、自主規制音を入れております。規制音なしの完全版はニコニコ動画の方でご覧ください。本日の話題は犯罪者に多い名前でございます。姓名判断のサイト、姓名判断あやを運営しているせいか、サイト側でも YouTube 側でも共通でよくいただく質問がございます。それは犯罪者や悪人に多い名前です。こちらも昔からずっとデータを日々取っているんですが、全部の事件を終えるわけでもないんですよね。捕まった犯罪者を全て警察がどこかにデータベースとして残しておいてくれれば、そういった統計ももっと取得しやすくなるんですけどね。コメント欄でも名前を紹介した動画やキラキラネームの動画ではよく質問いただいております。ある程度はもちろん傾向はありますので、今日はそういったお話をさせていただきたいと思っております。実はとある界隈で僕が少しだけ統計が取れている部分もありますから、それも含めて解説させていただきましょう。まずマカロン1通と X、旧 Twitter でのリプで質問されましたので、そちらを先に読ませていただきます。ケンケン TV を視聴することになってから、人の顔や名前に注目するようになりました。ずっとニュースを見ていると、私のイメージでは名前に龍がつく人がよく捕まっているんですが、それは気のせいでしょうか？もしそうだとしたら原因は何なのでしょうか？名前のデータを取っておられる先生ならわかりますでしょうか？そしてもう一通、ツイッターより、やっぱり龍とか龍の名前はろくな奴がいないことを表しているのかな？はい、2名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。これに関しては先に言っておきますが、全部が全部、全員が全員ではないですよ。極端な考え方の人がいますからね。あくまでも割合、傾向での話です。この2人の予測が、もし正しかったとしてもですよ。以前も話したような気がしますが、視聴者様の中には本当に極論を言ってくる方がおられます。チンピラ感想学のコーナーでタトゥーを入れている人間に多い的な話をしますと、女性の眉毛のアートメイクもタトゥーですが、というようなコメントが来ます。無理に上げ足を取りたいのかもしれませんが、考えればわかるだろうと。そしてアートメイクではなく、ガチの和彫りの入れ墨タトゥーが入っている人でも、中にはいわゆるまともと表現できる方もおられるでしょう。1000人中1000人が、と 100% きっちりそうなることなんてありません。ですから名前の龍、そして画数が多い方の龍がついている真面目な方も安心して動画をご覧ください。まず本当に犯罪者や悪人と評される人間には、龍が入っている人が多いのか確認していきましょう。今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、龍がつく犯罪者。項目2、安易に決めつけてはいけない。項目3、命名する親がの3項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、龍がつく犯罪者です。では本当にそんな人が多いのか、最近の事件で確認していきましょう。まず1件目。八王子10代女性の恋心につけ込み、売春強要で逮捕。2024年今年です。どの事件も軽くニュース記事を触れておきます。売春防止法違反の疑いで、警視庁池袋署が1月10日に逮捕しましたのは、東京都八王子市のフードデリバリー配達員、相沢龍生容疑者25歳だ。SNS で知り合った10代女性 A 子さんに、同棲するためには資金が必要だ、などと嘘を言って、東京都豊島区のホテルで男性と1回4万円で成功させ、得た金を埼玉県川口市内のコンビニ駐車場で受け取った疑いです。若いからパパ活や売春をすれば稼げるよ、などと言って SNS で客を募らせていました。はい、という事件ですね。次、2件目。高知壮絶リンチ、1人死亡。2023年10月です。2024年ではないですが、今から1年以内ですね。高知駅から 5km 離れました。樹木が生い茂る高速道路脇の側道。9月27日午前4時半過ぎ、男同士が喧嘩して出血しているという通報を受け、急行しました警察官らが目にしたのは、街灯の明かりすら届かない暗闇に立つ、拳を血で染めた若い男の姿だった。近くには尾骨の折れた20代男性が倒れていましたが、すでに息はなかったといいます。高知県警は28日、現場の側道にいた長橋龍和容疑者23歳を傷害容疑で逮捕しました。その他同容疑で4人を逮捕、5人は20代男性の顔などを複数回殴り、尾骨骨折など全治2ヶ月の重傷を負わせた疑いが持たれています。また同様に尾骨が折れ、亡くなった状態で現場から見つかった別の20代男性の死にも関わった可能性が高いとみて、警察は慎重に捜査を進めているという。はい、ろくでもないことをしているのは確かです。次、3件目、富山市の消防士ら2人、恐喝未遂の疑いで逮捕です。これは僕が台本を書いているのが5月3日ですから、昨日のニュースです。富山市消防局の21歳の消防士が知り合いの会社員とともに20代の男性から現金100万円を脅し取ろうとして1日に逮捕されました。逮捕されましたのは富山市消防局の富山消防署東部出張所に勤める消防士の杉谷隆成容疑者21歳と富山市の会社員草野隆二容疑者21歳の2人です。警察によりますと2人は知り合いで今年1月同じ車に乗っていた20代の男性を俺から逃げられると思うな。いや、殺すぞ。と脅し、現金100万円を取ろうとして、恐喝未遂の疑いが持たれています。男性は金を渡さず警察に相談したことから発覚しました。警察は3人の間に何かしらのトラブルがあったとみて、詳しい経緯を調べていますが、捜査に支障があるとして、2人が容疑を認めているかは明らかにしていません。この事件すごくないですか？杉谷流星と草野隆二。2人とも龍と龍がついているという。まさにこの動画のために事件を起こしてくれたのかと言わんばかりの事件でございます。漫画でもできすぎの名前、2人捕まって2人ともというのは確かに確率的にはすごいことです。また逮捕者ではないのですが、次4件目、栃木那須遺体遺棄事件でございます。こちらも今年の4月5月ですからね、近々です。こちらは犯人ではないですが、被害者側が宝島龍太郎氏でした。しかし被害者といっても、もともとガチガチの輩であることは周囲の証言から確定的でして、564されても当然である。とても被害者とは思えない評価を受けております。超がつく極悪人だそうです。ちなみに宝島龍太郎氏の妻も同じ評価であります。これに関しては、それ以前に被害者も暴力事件を起こしていますし、まあ今回の動画の犯罪者枠に入れても一切問題はないでしょう。犯罪者であるかどうかは警察に見つかっていないだけのことで、この動画の趣旨は悪人であるかないかが重要なポイントでございます。この宝島氏は一説には893であるとか中国マフィアであると囁かれていますので、要するにそのような人間の名前に龍がついている。そんなお話でございます。それでは次5件目、横浜女子大生刺殺事件です。こちらは1回当チャンネルでも取り上げたと思います。2023年ですので去年の事件ですね。横浜市鶴見区のマンション駐車場で6月29日午前、住人の大学1年生、富永紗菜さん、18歳が刺殺された事件で、神奈川県警が殺人容疑で逮捕しましたのが、同区の伊藤春樹容疑者、22歳です。これは、春の部分が龍という文字ですね。事件直前に富永さんの自室に侵入していたことが分かっています。別れ話のもつれから2人のトラブルは、県警が何度も対処するまでにこじれており、伊藤容疑者は歪んだ恨みを募らせていたと見られています。という事件でしたが、まだ覚えている方も多いのではないでしょうか。龍騎で春樹っていうものは全くもって意味不明ですから、龍、龍の漢字プラス、キラキラネーム読みというパチンコパチスロならば確定演出入っている状態ですね。半グレ反社、犯罪者、ボーナス確定でレインボー図柄でございます。ちなみに記事にも高校を中退し、一人取り残された伊藤容疑者は夜の街で生計を立てる術を見出した。春樹は最初、鶴見駅の立ち飲み屋でバイトしていました。建築関係の職場に修行しに行くと宇都宮に出ていたこともあったんですが、仕事がきついから辞めたとあっという間に戻ってきて、蒲田でボーイをしたり、横浜のキャバクラでもボーイをしていました。最近は内装業みたいなこともしていたと聞いたこともあります。中学時代は振られた女に暴力を振るうようなやつではなかったので、今回の事件は驚きましたが、さなちゃんのこと好きは好きだったんだと思います。でもニュースを聞いた時はショックというより、あんなことして許せねえって思いました。と関係者は語っています。夜の仕事とか女性に暴力とか言動も想像通りでございます。次行きましょう。6件目。迷惑動画、吉野家紅生姜が直箸食いコンビです。事件ではないかもしれませんが、いわゆる迷惑系ですね。こちらに関しても去年の記事です。大手牛丼チェーン吉野家の大阪市住之江区内の店舗で卓上の紅生姜が共用容器に自分の箸を突っ込んでかき込むようにして食べ、その様子を動画撮影し、SNS に投稿した事件が急展開しましたのは4月4日のこと、大阪府警住之江署は店の業務を妨害したなどとして、いずれも大阪市西成区に住む自営業、島津龍容疑者35歳と同岡重秀容疑者34歳を器物破損と威力業務妨害の疑いで逮捕したと発表しました。昨年9月29日午前3時過ぎの犯行、直橋で紅生姜を食べたのが島津容疑者で、それをスマホで撮影して SNS に投稿したのが岡容疑者。拡散した動画によって店側は犯行店舗を特定し、清潔安全に紅生姜を提供するために営業中のお店を約2時間45分閉め、清掃、消毒、食品の廃棄、交換などを強いられたと捜査関係者は語りました。岡容疑者がおもろいことをやってやと無茶ぶりすると、島津容疑者がいきなり自分の箸で紅生姜を食べ始めたという、きっちりと迷惑系 YouTuber、インフルエンサー、配信者というだけでなく逮捕されていますから、犯罪者のくくりで間違いないでしょう。こんなのが大阪にいるんですね。同じ大阪府民としてあまりにも情けなすぎて、父ちゃん涙がちょちょぎれます。ネタが古くてすいません。若い視聴者様はスルーしてくださいね。続いていきましょう。7件目。銀座高級腕時計店強盗事件でございます。こちらも去年の話ですね。インパクトがある事件でしたから結構覚えている方もおられるでしょう。2023年5月、ちょうど1年ぐらい前ですが、東京銀座の高級腕時計店に仮面をつけた男らが押し入り、およそ3億円相当を奪った強盗事件で、実行役として強盗などの罪に問われた18歳の被告に対し、東京地方裁判所は大胆で危険、悪質な犯行だとして、懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。横浜市に住む無職の18歳の被告は、2023年5月に10代の男らと共に、東京銀座の高級腕時計店に仮面をつけて押し入り74点、およそ3億円相当を奪ったとして強盗などの罪に問われました。裁判官は日中人通りの多い繁華街でバールでショーケースを叩き割るなど大胆で危険、悪質な犯行だ。被告は指示役に従う従属的な立場だったが、従業員に刃物を示して脅す重要な役割を担ったと指摘しました。そして奪われた腕時計などが全て回収され、従業員と示談が成立していることなどを挙げた上で、精神的な未熟さなど考慮しても実刑はやむを得ないとして、懲役7年の求刑に対し、懲役4年6ヶ月の実刑を言い渡しました。強盗罪などで18歳、19歳の男3人を起訴し、氏名を公表しました。いずれも少年法の起訴後の実名公表が可能な特定少年に当たります。起訴されましたのは、あずさわりゅうま被告19歳、設楽ブライソン龍被告19歳、鳥居翔馬被告18歳、いずれも横浜市ということで、こちらも龍馬、龍、翔馬と3人逮捕されたうちの2名が龍がついており、残りの1人がキラキラネームと、犯罪を犯すべくして犯した少年たちですね。マカロンの方がおっしゃるように3分の2とかがそうなら多くないかと疑ってしまう気持ちもわかります。次、8件目。仙台の交通死亡事故。危険運転致死ですね。こちらは去年です。去年4月、仙台市の交差点で乗用車と軽乗用車が出会い頭に衝突し、軽乗用車を運転していました61歳の男性が死亡した事故で、警察は赤信号を無視して交差点に進入し、事故を起こしたとして乗用車の25歳運転手を危険運転致死の疑いで逮捕しました。この事件は去年4月24日、仙台市宮城野区岩切の県道の交差点で乗用車と軽乗用車が出会い頭に衝突し、軽自動車を運転していた菅野信弘さん、当時61歳が死亡したものです。警察によりますと、事故の際、乗用車には24歳から31歳までの3人が乗っていて、3人は当時現場に臨場した警察官に対し、このうち24歳の男が運転していたと説明していたということです。警察が慎重に調べた結果、3人のうち、茨城県の無職、本宮隆起容疑者、25歳が運転していた疑いがあることが分かり、赤信号を無視して交差点に進入し、事故を起こしたとして23日、危険運転致死の疑いで逮捕しました。また、24歳と31歳の同乗者については、犯人隠避の疑いで逮捕しました。次、9件目。神戸市暴力団組員拳銃発砲殺人事件です。こちらは発生したのが2017年ですが、わかりやすいパターンですので一応出しておきました。口述させていただきます。事件は、任侠山口組の小田義則代表、50歳が乗っていました。3台の車列が幹線道路に出ようとした際、行く手を阻むように、菱川辰巳容疑者の車が衝突。車を降りました菱川容疑者は、小田代表の警護役、楠本裕弘さん44歳と揉み合いになった後、拳銃で楠本さんの頭部を撃って564したとされています。こちらは現在、警察に指名手配されております。いわゆる893の人間です。この部分が口述するポイントになります。最後、10件目。札幌ファミリーホーム暴行事件です。こちらは2024年3月の事件ですから今年ですね。警察によりますと、池田辰巳容疑者は2020年3月24日に自宅で里親として育てていました10代前半の男の子の顔や足を蹴り、怪我をさせた疑いが持たれているそうです。池田辰巳容疑者は2022年4月から最大6人まで里子を受け入れることができるファミリーホームを自宅で運営していたとのことです。男の子を知る関係者が異変に気づき、児童相談所に通告したことで事件が発覚したそうです。警察の調べに対し、池田辰巳容疑者は嘘をついたことにカッとなって蹴ったと話しているとのことです。男の子は右足に内出血をする怪我をしていて、児童相談所によって保護されたそうです。警察は池田辰巳容疑者が里子に対して日常的に暴行していなかったか詳しく調べています。はい、ということで、1件を除きましては、大体1年以来くらいに起きた事件と犯人を解説してきましたが、確かに多い気はしますね。特に2人逮捕されて2人ともとか、3人逮捕されたうちの2人が龍が入っているというのは、記憶にも残りやすいですし、印象も強くなるので、そうなのでは、と思ってしまいがちなのはわかります。それでは次の項目です。占いバスターズ。項目2、安易に決めつけてはいけないです。人間というのは、今回の名前の件についてもそうですが、印象深い事件など何件か続きましたら、相関性がないものでも、ひょっとしてそれが関係しているのでは、と思いがちです。それがたたりや呪いと呼ばれる現象にも似ていますね。例えばカラスを見たとか、黒猫が横切ったとか、その後悪いことが起こると、そのせいにしたりします。これは錯誤相関というんですが、今回の動画のことでも、僕が立て続けに、全項目で10件も竜がつく人間が起こした事件を紹介しましたから、やっぱりそうなのかもと思いがちですが、統計データを取るときはいろいろと条件付けが必要です。本来は事件を起こした人間の名前のデータ全て出してというのが一番計算しやすいです。しかしそれだけではありません。名前の比率です。当たり前ですが、人物名に使用されている漢字の分母数が大きいほど、その漢字が出てきやすくなります。今回のように犯罪者だけではなく、例えば経営者のデータを取っても、プロ野球選手になった人のデータを取ってもそうでしょう。例えば、太郎の郎とか、女性でしたら〇〇子とかの子、子供の子ですね。がついている方は多いですから、その辺をフラットにして計算しなくてはいけません。ですから大変なのです。当社のサイト、姓名判断あやでも名前につけてはいけない禁止漢字というのがありますが、それを説明する動画を作っても、愚かな視聴者から使っている人間が多いからじゃないのというコメントが書き込まれますが、そんなのは分かりきっています。今まで姓名判断あやの制作のために使用してきたお金は余裕で1億円を超えています。それだけつぎ込むものに対してその辺を分かっていなかったらただのアホです。もちろん当たり前ですが、多く使われている漢字、そこまで使用されていない漢字なども統計学の教授に全部計算式、アルゴリズムを作っていただいております。その上で変死した人間や犯罪を犯した人間などの漢字を出しています。もっともっとデータが必要ですし、いい加減な統計は出せませんけど、ここ最近は特に龍や龍は実は犯罪者についている率が上がっています。ここ最近なんでデータを取り切れてはいないんですが、先ほどの10件の事件を確認していただいたらわかると存じますが、龍がついている犯罪者、みんな大体若い人、20代ばかりでした。つまりその年代の親がつけている。10年くらい前とは少し傾向が変わってきています。これはデータを取得し続けていなければわからないですね。うちはたまたま名前データをもう20年以上取ってきましたので、そういうのはある程度わかるんです。ではなぜそうなるんでしょうか。最後の項目です。項目3、命名する親がです。名は体を表す。それはオカルトではあります。が、データは嘘をつきません。龍、そして画数が多い方の龍をなぜ子供に名付けるのか。辰年生まれ。これは昔からありました。あと中にはドラゴンズファン。これも実際にいてます。また、普通につける方もいらっしゃいます。このあたりが理由でネーミングされた方は問題ないのですが、やっぱり、半グレ、反射、893、チンピラが好む漢字なのです。おそらく項目1で出ました、宝島龍太郎氏は、日本人ではないので、ご自分で日本名を付けたっぽいですが、やはりそちら系の人が大好きな漢字です。冒頭で僕がとあるデータを取得していたと言っていたのはここです。昔の付き合いから、あっち系の人から命名を依頼されることもあるんですが、本当に大体リクエストで、龍か、画数が多い方の龍を付けて命名してくれと言われます。これは新生児もそうですが、ご自身の解明などでもそうです。僕は死ぬほど命名の依頼を受けていますから、このデータはほぼ完璧です。リアルデータですね。それはしょうがないのでしょう。こんな風にこち亀でも、これは893のフィギュアをりょうさんが作った時の回ですが、漢字ではなくカタカナなんですが、パンチ頭のリュウジ君という名前ですし、漫才師ダイアンのネタ、ペンションでもリュウジのセルシオという文言が出てきますので、やはりあちら系の人はリュウが好きですし、リュウという漢字も大好き。そしてそういった過程で育ってしまうと、みんながみんなそうではないですが、ちゃんと血を引いているので、きっちりとそういう大人になってしまうパターンが多い。それゆえ犯罪者になる人間が増えるというケースだと思います。もちろんそれ以外もあるでしょうが、僕の経験則で言いますと、本日の題材に挙げてきました竜と竜はあっち系の人に好かれている感じ、それだけは間違いありません。はい、ということで今日は犯罪者に多い感じについて説明させていただきました。本日もありがとうございました。けんけん TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金全て無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。